それでは常滑市長杯男女ダブル優勝シリーズ女子優勝戦に駒を進めました元和訳選手です、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。初日から、はい、モーターの方はいかがですか。初日はそのまま行かせてもらったんですけど、はい、ちょっと私乗りこなせなくって、はい、ちょっと戦して回ってからはいい、あの私に合ってますね。あ、はい、私に合ってる、うん、やっぱりこういいモーターやから言うて合わない合う合わないってあるんでしょうね。そうでしょうね。うん、うん、じゃあここはもう自分に無糖スタイルになってきたと思うたもん。そうですね、いいと思います。武藤選手を僕らファンは、まあ、明日ですね、うん、展示を見て買おうと思ったら、うん、どの例えば展示タイムを見たらいいのか、うん、回っているそのお姿を見たらいいのかっていうのはどこを買いたいですか。あんまりあの展示タイムで色がつかないんですよ普段ですね。ああ、はい、なんで色がついてたらいいと思います。色がついてたらいい、うんうん、と思います、はい、もう回り足であろうが何であろうが、何であろうが、はい、いいと思います。これはもう分かりづらい、はい、分かりやすいやの買い時ですね。はい、はい、さあそれとですね、はい、ちょっと今日からまあ優勝戦向けての間で、はい、まあ、今日の夜でも明日の朝でもいいんですが、うん、勝負飯とか勝負服とか何かこう弦を担ぐようなことってあられますか。やらないですね。あ、全然ないんですか。ないです。もうそれにこだわっちゃうでしょ。あ、だからね、そうか、もう、うん、気にしない逆に一回ちょっとなんかそんなのなくなったら余計気になってマウスとかもありますもんね。そう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 、あれがないと思ったらちょっと焦っちゃうからじゃあもう平常心で、はい、わ、はい、かりました、はい、それでは最後に抱負をしてください。はい、しっかり走りますんで応援お願いします。元彩子選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。